はいどうもこんにちは、ティアセンス。今回は新ハンターアイリー使って実戦4対1で遊んでいこうと思います。ということで、まぁ、ちょっといろいろね、考えてきたんですけど、まずですね、規制を出すじゃん。で、このアイリーは自動追尾みたいなような感じで動かすことができるので、ナキペルの方に流しつつ、こっち側の、お、何？はいはい！離れてるの早い！これ、暗号機のところに出したかったんだけど、まぁ、ここで一旦規制しとこうか。で、あっちの人は本命じゃない。で、このキャラクターの詳しい能力解説を見たい方は前回の動画をご覧ください。で、わあ、これね、これ、それをされるやつ、乗ってる最中にシャーして、それをキャンセルしたいんだけど、めっちゃ早く乗られちゃった。じゃあ、しょうがない。じゃあ、ここで、一旦、何？見てなかった。一旦帰省して、で、これで、瞬間移動。これ、やばくないですか？距離値最強アイテム、ナキピエロね、ロケットさえ、無効化し、100ためる。で、一撃、殴っていく。いいね。で、今回人格は傲慢プラス、異形持ってきました。で、ガンガン使っていこう。初動から。使って移動する。で、引き返すぞ。引き返したら、そっち側にエリアがある。使った。待て、ついてきてる。ナイス。これやばくね？異形と最強すぎるだろ、相性。異形の弱点って、引き返されちゃうと、こうやって戻られちゃうけど、引き返した場所にエリアがあれば、このように100貯めていくことが可能。で、さらに、この規制、ダウンした人にこれ規制できるから、これで椅子前に作って回収。で、次、向こう側に行こうか。移動して、さっき作っといた、これ暗号機にあれば、暗号機にも遅延できるっていう技だったんだけど、これもう一回規制して、OK。これで一旦ね、暗号機に対して100貯まるやつを置いた。で、戻る。忙しいね。で、そこから、これもう一回出して、で、これ、この人にもシャー一回入れて、で、規制。待って、これ、殴れるかも。いける。あー、これ惜しかったな。なるほどね、そういう感じか。ちょっと、あんままだ。慣れてなくて、申し訳ない。で、向こう側、これどうしよう。これ、ナキピちょっと追いたくないな。これ、セカチェどうしようかな。このキャラクターもしかしてセカチェちょっとしんどい。いや、待って、そっちが行くんだったらこれもう一回移動して、シャー。オッケーオッケー。これで、自分のことを見てない読み。やっぱカメラの、自分のアイビーの顔を見てないと、このゲージってたまらないんだけど、見てない読みで反対側に先回りして、イース陣でシャーさせました。で、このように、釣りモーション中などなど、魔女と同様に切り替えることができる。なので、この時間も無駄にしない。で、赤くなってる最中は壊してるやつだから、あそこで壊してるのが呪術師ね。で、あそこいる。はいはい。で、これ暗号機にさ、全部置いてたらやばいよね。で、これ40入れてからの規制でこれ40。で、1回行く。はい、これで100溜まる。で、殴る。で、椅子間にあるか椅子間に帰れるよ。いや、これね、この判断最強すぎる。あ、これ、心理じゃなかったらマジ枯れたね。これ多分ね、公開しでも枯れるわ。これ。心理とか、まあ、やっぱ傭兵とか強いかなと思うけどね。いや、これ。いや、人形師が強いな。何？しかも、人形我慢してきたか。読み負けちゃった。これちょっと人形師ダウン取りたいけど、これ一旦回収して、ちょっとまだこの辺の操作が慣れてないんですけど、ここしゃ、何？見てなかった。これね、規制しないとどっち見てるか分かんないっていうのが、ちょっとな、これ殴って、で、そっから、もう一回溜まるっしょ、なんとか。あ、でもこれ何もないとこ行かれちゃったら無理か。やっぱ殴んない方がいいな、人形師。やばい、これ移動。あー、出た！いや、これね、いや、これバグなんだよな。これ今ちょっとテストサーバーなんか、まだ本サーバー実装前だから、バグが多くて、このハンター特にバグ多くて、これ規制してるイース陣の今シャア使えるはずなのに、シャア使えないっていうバグが起きてて、結構不具合、他の人もなってるっぽくて、同じサーバー内で報告あったんだけど、あ、こっち見てなかったか。いや、今のそのバグなければ、これ87から貯めれて、100でこれセカチェ終わってたんだけど、ちょっとセカチェ伸びちゃってるな。向こうが回してる。これ乗る？取らないか。いや、これ暗号機守んないとまずいよな。あれ、まずい。いや、この、オッケー。先回り成功した。オッケー。殴って、で、うわ、上がんのか。なるほど。このキャラクターの課題は、セカチェとかですね。で、一旦こっち側移動して、暗号機守りに行こう。まあ、異形もあるんだけど、異形もっと早く使えばよかったな。ちょっとまだ、クールタイムの感覚に慣れていない。移動する。オッケー！あれ、最強。異形もこの、使う距離感がすげえ大事で。で、これこっち側残しといたから、戻れるよ。異形のあれ、移動距離感が長ければ長いほど、ワープの移動時間って長いんだけど、結構このぐらいの距離感だったら、反応する前にやれるのかもしれない。うわ、なんか来てる！いや、これあるな、まだワンチャン。こっち側、封鎖しながら反対側に、イース陣置いてて、あそこに石設置できてるから、石の設置から解除できる時間長すぎるかな、あそこね。これ一旦回収して、イス前の人に帰省しよう。憑依して、はい、これイス前に設置。で、こっから俺は反対側移動できる。しかも、この規制してたら、全員の居場所、受難が、なんとこちら見えます。受難がハンター側でもバレるから、今これ、心理が言ってるでしょ。心理が救助言ってるっていうのが、まだわかる。これまだ、あれでいいや。で、このようにやりながら、おびき寄せるから、この移動。どう？これ、えぐくない？で、回収して、
で、ここでキャンプしながらもう一回イース人召喚。いや、これね、通電後やばいわ、マジで。てか、存在感マックスになったら、40一気に付与できるから、傲慢、やっぱ必須ですね。で、破壊したタイミングですぐさま帰ってきて、はい、もう一回帰省。で、はいはい、帰省してるから、森林の居場所も丸見えと。いや、これ、ランクマデキンキャラクターですね、確実に。サバイバーに求める要求値があまりにも高すぎる。しかも俺まだ、初戦だよ。さっき一回やったけど、スポ戦もなかったし、みたいな。いろいろ試してやったけど、今、ちゃんと真面目にやって、こう一戦目でこれだから、ちゃんとセカチのなんか変な伸びとかなくせば、余裕で勝てそう。OK。で、いや、ちょっとまあ、想像膨らむな。聞き止めるだけちょっと切れちゃうから、そこだけどうしようかなって感じだな。救助来る感じかで、反対側、行ったか。心理反対側、ゲート開けの、これ人形多分人形だよね。あー、ちょっとアイビーさん変なとこ行ってますよ。アイビーもね、ちゃんとその場所に置くかなんかしないといけないから、本当にね、魔女、魔女と同じ召喚。で、付与していく。あ、やばい、なんかちょっと変なことしちゃった。やばい、変なことしちゃった。あ、こっち向いていけ。オッケー、投げる。え、あ、こっち側、なんか全員いるわ。なるほど。じゃあ移動して、これ間に合うか。オッケーオッケーオッケー、引き寄せられてる。でいけー。てか、この石壊せない時間が長すぎて、やばい。それがサバイバー目線。あまりにも優秀臭い。おねえ、待って。長ー、結構硬直長い。あ、こっち向いてくれてなかったか。出られちゃった。いや、でも、ワンチャン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 。あそこ起き上がらせるね。あ、間違えた。変なとこ移動しちゃった。まずい。これやばい。待って。なんか、食らってない。帰省して、帰省して、そこで変身して、はい、こっち側来る。殴り、オッケー。いや、これいけるか。いや、でも、向こうがないな。これ、流しながら、アイビー流しながら、これ、帰省できない。帰省できる。オッケー、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 オッケー。これで引き寄せて、40ためて100。いや、ちょっと待って、皆さん。これ、理解したかも。ちょっと、ちょっといいっすか。ちょっと次、ちょっと前半からバリバリ飛ばすわ。いや、イケメンもっと使えばよかったな。これスポ戦ちょっと悩むけど、最初に初手 4憑依型で行きたいんで、俺全体的にやっぱサバイバー近いとこから行くか。エビなんか中華街か、中華街この、いや、あれやだね、建物の中央のオブジェクトあれでぐるぐるしちゃうから、それだけ嫌だけど。いや、ちょっとさ、悲しいことあってさ、今めちゃくちゃいい試合取れたのね。でも丸々それ3試合ぐらい取れてなくてさ、なんか救助狩り3連続狩りとかしたので、で本当に救助狩りもこのキャラクター全然いける。で、不足しても取れるし。いや、マジ、超いい試合だったのに、動画撮ってなかった。悲しい。俺の声しか残ってなかった。俺の暗闇の、暗闇実況プレイ見たい？みんな。見たくないよね。画面一切なし。しかもさ、端末変えたから、録画もできなくて。まあまあ、もう一回同じことやればいい話なんで、ね、いきますか。いや、もう完全に理解しました。で、まあちょっと、通常通りの、立ち回りもしたいなということで、今回鬼没を採用してきました。で、それ傭兵ね、傭兵ここで帰省してもこれ意味ないんで、この暗号機でできれば帰省っていうか憑依ね、憑依したいんで暗号機に置いといて、あれまだやりません。で、それぞれやっぱこのキャラクターのやっぱ一番の魅力って魔女と違う点で、それぞれサバイバーごとにクールタイムが独立しているから、何回でも帰省、このタイミングね、ここで暗号機打ったタイミングで帰省、これによってすぐ解除、これですぐ解除しといて、暗号機に石ころがあるから、そこ回してたらすぐ飛んでこられちゃうよ、じゃあ別の暗号機回そうねっていう、こういう全体的なサバイバーの動かし方をやっていきたい。で、今回は冒険がいるのちょっとやだな。で、ここも帰省、これシャーからのこの帰省ね、帰省もかまして解除して、次こっち側の人、こっち側の人、なんか めっちゃ離れてる、早っ、あ、いた、帰省してこれ行くか。あ、間違えてボタン押しちゃった。まあやっぱただちょっとこのキャラクターバグが多くていいね。あー、でかい、これこれだけちょっとあれだけど、まあまあ、本サーバー実装前にはなろうでしょう。で、今回鬼没なので、ちょっと池ね、クールタイム管理が難しくて、ちょっと一旦慣れた形やらせて、プラホなし、オッケー。で、ほんとどっから来てるかマジでワープしすぎてね、わかんないっていうのがこのキャラクターの魅力だから、これがね、いいんですよね、骨董書いる。骨董、これ地下釣ってみたいけど、まあ、地下釣らないパターン、普通のキャンプみたいよね。これ、これ、ね、見てね。はい、これね。はい、これ、わかる。今、100溜まったから、マジで、対粘着、このキャラクター最強です。このエリアサークル全体が、アンの猫みたいな効果。100溜まったら、スタンするみたいな効果持ってるから。あ、これちょっと規制早かったな。ここでしたかった。あ、でも冒険がいる。で、ここで、はい、規制で、この円を作ることによって、この立て直し妨害もマジでこのキャラクター強くて、で、たくさん付与しながら、次、あれでしょ？傭兵でしょ？傭兵、まだ救助来てない。ここで規制して、40溜めて、あ、40じゃない。これしてもね、これシャーしないと40たまないから。いや、これで、ね、シャーしてからやれば、これ殴れば、わかる。この90手前で殴って、硬直中に、こうやって引き寄せられ中で、救助狩りみたいなことをさっきめっちゃやりました。それもできるから、このキャラクター粘着版とか占い師も、ハンターの顔見れないから、
あんま怖くない。まあでもやっぱファーチェの袋1回分が強いから売れない番はしてもいいけど、まあどっちでもいい。けど傭兵番は結構確実かなと思った。なんなら航海士救助来てもかもれる感じだったから。これがな、この加速とかで移動分がスカっちゃうとちょっと伸びちゃう。で向こうが壊してる。これ行くわ向こう側。まあとにかく言える、誰か釣り続けたいね、このハンターは。でこうやっていろいろで、まあ、粘着されるしょこの段階で。ってなったら一旦これを呼び戻して、で召喚してダウンサバに寄生で、この人にも寄生で、とんでもなくでかいエリアを生成して、でこれ持ち上げるだけこうオフェンスとかもちなみにガチキツでした。でこうやってエリアとどめて殴るからまあ OK、 サバイバーはねまだまだ慣れてないからね。粘着も試してくれてると思うんだけど、粘着はもうこのように来てしまうとオフェンスも同じ感じで、オフェンスも俺やったんだけどサバイバーにするんでマジで粘着がきつかった。ダウン念もう無理なんか知らない間に溜めてるし、その牽制の距離感測ってたら本体のシャーされちゃってみたいな、防御が消えたんだけどことが結構あって、これでしんどい。でこれ風船最強じゃない。待ってこっち側も制したい。でエリア生成して、あーこれまたシャーすればだった。シャーして起き上がったな。ここでこの上殴っとけば、まあ救助されても DD 確実に取れる。 DD 精度も半端じゃなく高い。でこの後も OK、 あのイース陣がもう縦横無尽にいたこれ粘着ね、これ無理っしょ。対骨董破壊マシン来た。いやこれみんなやばいぞ、まあ、今までね対粘着のなんかキャラクター人形、まあ、老人形とか、まあ、アンデッドとか言えたけど、それ以上のガチでもう本物です。これはもうなんかプレイヤースキル次第でなんか逆にスタン入れられちゃってとかあったけど、それすらさせない、そんな作戦が取れます。で用がなかったらずっと規制させとくんじゃなくて、規制解除してすぐさままたその規制クールタイムを発生させるみたいなのが結構でかいかなと思ったやり方としてはね。でこうやってやるとこれ立て直し妨害がマジでえげつないから、もう全体負荷型が俺は最強だと俺は思うけど。でこれって救助来たとしてもめっちゃいろいろあるから引き寄せられてしまうと。このエリアをどれだけ強く使っていくかで、一回地獄とか一回なんか DD とかってなると、サバイバーが持ち直せる状況を作るのがマジでしんどい。そのなんか立て直しとかそういった試合展開の立て直し、また結局立て直しを妨害するのがあまりにも強すぎて、間違いなくいろいろ変わって実装されると思うのは、これまだテストサーバーの段階なのでいろいろ変わる可能性ありますけども、バグが治ったりとか、で、こうやってダウンしてる。これをさ、見つけられるのえげつなくない？このダウンサバに規制できるかな？で、こうやって規制して解除しようとしたらいける。で、こうやって立て直ししようとしたら、いつまやってくる。で、救助行こうとしたら、いつまに帰るみたいな。これ、のことができるから、もう、やってらんないよな、サバイバー。あーね、間違いなく、サングリアとはまた違う次元の最強キャラクター来ましたね。本当に。で、このように、急いで立て直ししなきゃいけない状況、立て直ししなきゃいけないけど 石があるから、このようにすぐさん妨害されちゃう。これえげつないいや とんでもない、多分いろんな弱体が来て実装すると思うわ。でこのように、すぐさま移動して傭兵をまた即チェイスで、救助ルートの読みでこっちが帰ってくることもできる。で骨董所も飛ばせるね。やっぱ傭兵番だな、この状況でさ、やっぱ一回無理やり救助できる傭兵って超強いわ。これあれだな、これ一旦規制したままった。これ良くない、これは良くないんで、1回分脳幹視から規制解除しといて、この存在感1段階溜まったら30秒に1回っていう感じのクールダウンになるから、それぞれのサバイバーがね、もうちょいまだ無理か、まだ無理だなまだ無理だな。あこれ脳幹されてるからこっち側に移動して、でアイビーをこうやって動かしながら、あれ脳幹視どこ行った、あいる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 、これで一旦規制しといて、ですぐさま移動するとこの距離値、これまだ殴れないな、この距離値に対応できるのがやばいね。だから暗号機まだ5台じゃんまあ途中で盤面1回崩壊したからな。はい、まあという感じが新ハンターアイビーでした。ちょっといろいろ理解してしまいました。本当にこの試合はこういう展開っていう感じだけど、もういろんな戦い方できるかな。はい、OK! いやー強いね。はい、まあということで、まあまたね、いろいろ新ハンターの動画とかも出していこうと思うんで、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。マジで最強。